再開後は、熊本県熊本市と長崎県佐世保市を結ぶ高速バス路線である。1990年10月1日に、九州産高バスと西小江自動車の共同運行により運行開始し、2014年9月30日をもって廃止されたが、2019年4月1日より、九州産高バスによる単独運行において運行が再開された。熊本市街地から、 九州自動車道、長崎自動車道、西九州自動車道を経由して、佐世保市街地にある佐世保バスセンターを経由して、ハウステンボスの間を結ぶ路線である。2014年から2019年までの運行中断期間を挟んで、運行経路は同じで、熊本県内、佐賀県内の高速道路上のバス停にも停車する。再開、号の愛称が用いられるのは、 熊本川のみで、佐世保川では、同社の中高高速バス共通の総称である、ハイウェイエクスプレス号が用いられていた。そのため市販の大型時刻表には、再会号とハイウェイエクスプレス号の二つの愛称が記載されていた。座席指定性のため乗車の際は予約が必要。3区パスは全九終盤、北部九州版の利用が可能。また、 クローズドドアシステムを採用しており、熊本県内の区間のみ、長崎県内の区間のみの利用はできない。佐賀県内からの利用については、運行中断期間の前後で、取り扱いが変わっている。運行開始当初の再開、号九州参交便再開号に使用される車両た路線と共通運用熊本、佐世保間を1日1往復する。2020年4月25日より、 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、現在は運休中。太地は停車停留所。菊水インターチェンジ高速金流間を挟まない乗車は、不可所要時間2014年までは、熊本佐世保間を1日6往復運行していた。運休直前の状況。太地は停車停留所。熊本県内のみ及び、長崎県内のみの利用は、不可所要時間両者とも元々は、 専用車両のハイデッカー車両で運行されていたが、末期は本州方面向け夜行路線から転用された独立三列シート仕様のスーパーハイデッカー車両が主に用いられていた。車内設備、ありがとうございます。